どうなるかな。あー、そうだね。まあ、全体的にそんな感じかな。あー、入れ墨フォーライフ的な達成入れ墨セーブジワールド入れ墨セーブザワールド的な人を笑顔にするぜ達成もっとどんどんダサくなっていってんだまあ全体的にまとめると、まあ芸術は爆発だ。今俺がスタジオ構えてんのもこの下町の東京の足立ってところなんだけど、その足立ってところはこう昔からまあアウトロー的な人がまあ多くて、そういう人はみんな若い頃からなんか遊び堀でも普通の炭でもなんか結構炭入ってる人が多くて、まあなんか小学生とか中学生とかのなんかもうガキンチョの悪いやつらそういう先輩とかを見て、うわやべえなっつってかっこいいななんつって言いながらなんか憧れ的なのがあったから、まあ堀市っていうのもまあ身近にまあいたわけだし、そうだね、まあそういうアウトロー的なことでのし上がろうと、絵も好きだったしっていうのがまあきっかけかな。まあ最初に掘ったのがまあ14とか15歳ぐらいの時で、なんか練習とかでいいから、まあ、俺掘ってよみたいな、まあ、ちょこちょこ言われてて、身を見まねで割り箸とかに切った針とかくっつけて自分で手彫りの針とか作って、それでザクザクやってたね。まあ、日本の、まあ、その伝統的な入れ墨っていうか、まあ、そういうのがまあ始まったのが、実際今の主流になってる墨の和彫りっていうのは、まあ江戸時代の最初に1回犯罪を起こしたら、まあ腕に輪っか1個つけられるとか、で2回目になったら2個輪っかがつくとか、まあ、そういうので最初に入れ墨っていうのを用いられたのが始まりかもかな。まあ日本でいうなんていうか、そのヤクザっていうか極道とかがこうみんななんで和彫りっていうか同じ形の、あの入れ墨をなんで入れてるかっていう、悪く見せるためだったり、そうヤクザっていうかその極道イコールその入れ墨を入れるみたいな、まあ、流れっていうのはその昔からあって、一生抜けねえぞっていうか。俺はスタジオだけで掘るっていうのも、まあ、スタジオだけじゃなくてなんかイベントとか呼ばれて掘ったり掘らせてもらったりっていうのもしてるんだけど、まあ、それはまた和彫りと違って、まあ、洋彫りのそういうジェイルタトゥーだったりギャングさんのタトゥーを掘ってくれてお客さんもいて、まあ、そういう違いはやっぱ面白かったりするかな。外国の人とかがまあ掘ってる、まあ和彫りっていうのか、まあ和彫りはまああるんだけど、やっぱファッション感覚っていうのがやっぱすごい感じてて、まあなんかちゃんとした意味合いがあるっていうのが分かってほしいし、フランス料理だったらフランス人が作るのはうまいだろうし、日本人が掘る和彫りっていうのがやっぱ本物じゃねえかなっていう感じかな。思いの塊だからね、入れ墨っていうのは。その人が何を思ってこういうのを入れよう、どういう思いでこれを入れようとか、運命を変えたいとか自分自身を変えたいとか、まあそうだね、ただの絵じゃなくて、ただの絵じゃないんだよね。芸術は芸術なんだけど、そこがまあ入れ墨の面白いところかな。痛みも伴うし一生残るし消えないし、その人とついていくから、かな。